ジュゲムジュゲムゴコのすり切れカイジャリ水魚のセギョ松ウンライ松フライ松クーネルところに住むところ、ここでの再販は本当にありがたいです。あ、やばい、落ちそう。皆さんこんにちは、人生レゴビルドひろゆりだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオジュゲムのふわふわチャレンジです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、ではこちらを組み立てます。2021年の7月にレゴルイージと共に発売された新しいコースです。なんといってもこのコースにジュゲムがついてきます。僕ね、ジュゲムも好きなんですよ。あの DS のマリオカートでエイホーとジュゲムとキングテレサ、この3人はめちゃくちゃ使ってました。で、あのジュゲムの雲の車があったんですよ。確か HO2 か H2O っていう車、あれバンバン使ってました。で、あのジュゲムと言ったら落語でジュゲムありますよね。ジュゲム5個のすり切れカイジャリ水魚のセギョ松ウンライ松フライ松クーネルところに住むところ、ヤブラコウジのブラコウジのパイポパイポのシューリンガシューリンガのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助っていつも言ってるんですけど滑っちゃいます。はい、いや、ジュゲムも好きなんでこれほんと発売して嬉しいです。さらに言うと、このジュゲムのコースにはなんとキラーとチョロボンが付属します。これキャラクターパック1弾が全然手に入らないので、ここで再録してくれるのは本当にありがたいです。後にキャラクターパック1弾のメットやテレンが再録されたコース出るんですかね。正直僕2体以上は欲しいので、もし出たら買いたいです。あとはタイムブロックが入ってます。はい、箱の後ろはこのようになってます。はい、それでは開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が5つと説明書が1冊です。はい、こちらが今年の夏に発売されたレゴスーパーマリオの新しいコースです。僕はそうですね、この4つのコースじゃなくてクッパ城が欲しいかな。はい、それではジュゲムのふわふわチャレンジを組み立てます。
完成、10ゲームのふわふわチャレンジです。おお、これはなかなか面白いです。個人的な話なんですけど、このコース思ってたより結構でかいです。できる大きさはこれぐらいなんじゃないかなって思ってたんですけど、これは割と大きいですね。で、やっぱセンターの10ゲームがめちゃくちゃ目立ちます。完全にソラステージですね。いや、すげえな。ほんとレゴマリオも面白いコース作ってくるな。いや、すごいな。はい、それではこのコースについてくるキャラクターについて説明します。まずはこれですね。はい、こちらがジュゲムです。ほんとこれゲームまんまですね。全体はこのようになってます。毎回思うんですけど、レゴマリオの完成度本当に素晴らしいな。ちゃんとジュゲムの乗ってる雲の形が本当ゲームさながらですね。いや、素晴らしい。で、このジュゲムなんですけど、唯一残念なのは下半身が付属しないんですよね。正直やっぱ下半身は入れて欲しかったなって思います。ただジュゲムって下半身出さないですよね。でも実際のゲームのジュゲムってやられると足見えるんですよね。あ、でもやっぱ僕的には下半身のパーツも入れて欲しかったなって思います。いつか DS のマリオに出てきたボスジュゲムとか出てきそうです。はい、そしてこちらがキラーです。全体はこのようになってます。キャラクターパックに付属するキラーと全く一緒ですね。はい、では続いてはこちらがチョロボンです。チョロボンもキャラクターパックのものと一緒ですね。今キャラクターパックの第一弾買おうとしたら、今のキャラクターパックのボックスが2個買えるぐらいの値段もしちゃうので、ここでの再販は本当にありがたいです。はい、そしてこちらがタイムブロックです。なんかこれといって新しくなったところはありません。はい、そしてこちらが今回作ったコースになってます。はい、それではこちらのコースのギミックについて説明します。こちらの雲のスライダーを前後素早く動かして、ジュゲムを振り落とすステージとなってます。実際のマリオはジュゲム踏んじゃえば、まあいいんですけど、これに関しては振り落とすってなかなかえぐいことしてますね。では一回遊んでみようと思います。この雲のリフトを前後に動かすと、こちらの台座が回転します。では一回動かします。せーので、おー、こんな感じで動くんだ。これを素早く動かして上のジュゲムを落とすんですね。ではちょっと一回素早くやってみようと思います。あー、なるほど、こうやって遊ぶんですね。今回のステージもなかなか面白いです。ちなみにこれどうやって回転してるかというと、このリフトが引っ張られて中のギアパーツが当たってこのように回転します。はい、ではレゴマリオとレゴルイージを使って遊んでいきたいと思います。まずはこちらの雲のリフトにマリオを乗せます。お、これは新しい BGM ですね。あー、この BGM 聞いたことないな。おそらくなんですけど、マリオ3のステージの BGM ですね。で、このまま引っ張ると、では近くでもう一度。あ、ただこれレゴマリオが背中向いちゃってるのでちょっと見えづらいですね。では続いてはこちらにカラーコードがありますので乗せてみようと思います。あ、雲リフトと一緒の音声が鳴ります。ではこのまま回転させます。いや、これ真ん中の雲回転させるのめちゃくちゃ難しいですね。レゴマリオ自体そこそこ重いのでバランスが悪くなっちゃいます。ではレゴルイージで音声確認いきます。あ、 BGM はマリオと一緒ですね。では続いては台座の上いきます。あ、やばい、落ちそう。あー、やっぱ真ん中の台座めちゃくちゃ難しいです。では続いては2体同時で遊んでいきます。
あ、これ結構難しいな。これ動かしてる時にキラーが当たっちゃうので、これ結構ジュゲム落とすの大変ですね。ではもう一度やります。ああ、結局全員落ちちゃいました。このコース二人同時で遊べれるので、これは結構面白いです。これ真ん中の雲リフト難しいな。これできる人いるのかな？じゃあちょっと一回ジュゲムとキラーを抜いた状態でやってみようと思います。はい、ジュゲムとキラーを抜きましたので、これでバランスは良くはなるんじゃないかなって思います。ではマリオを乗せます。ああ、ダメだこりゃ。はい、それでは付属するキャラクターの音声確認いきます。まずはジュゲムからいきます。あ、ジュゲムは2回踏んだら終わりですね。なんかブンブンやクッパジュニアみたいにボスキャラ扱いなんですね。それ以降は、あれ？それ以降も一緒なのかな。わ、びっくりした。それ以降はいつもの音声が鳴ります。ではルイージでもう一度。では続いてはキラーいきます。キャラクターパックについてきたキラーと一緒です。ではルイージでもう一度。では続いてはチョロボンいきます。チョロボンはキラーと一緒です。ではルイージでもう一度。はい、では最後タイムブロックいきます。ちなみにタイムブロックはスタートの土管に入らないとこの音声になります。ではいきます。いつもの通り30秒延長されました。ではルイージでもう一度。はい、レゴスーパーマリオジュゲムのふわふわチャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオジュゲムのふわふわチャレンジのコースを組み立ててレビューしていました。今回僕は初めて空のステージを作ったんですけど、こちらのコースも結構面白かったです。まず一番嬉しかったのはキラーやチョロボンが大半されたことで、チョロボンもう一体欲しかったので、これは本当にありがたいです。で、あとは僕が好きなジュゲムもレゴになったのですごく嬉しかったです。このジュゲムの雲リフトもなかなか面白かったです。ただ真ん中の雲リフト乗せるの結構難しいので、来る人はぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。